来たね。ルイネー助けてルイネー、そこにいっぱい入れとこう。カードでミヤコちゃん整理するから、ミヤコちゃん後で整理するから大丈夫。じゃあ後でやるから、後でちゃんと自分でやるから。ルイネーが切れるぞ、やばい。バカバカ歌われるわ、バカバカって。ルイネーの新曲良かったな。まさかだと思うけどさ、もう汚したりとかしてないよね。お片付けちゃんとできとるよな。汚してたから頼むわ。マジで言ってますか。片付けるとは言ってたが、あ、そういうやつね。いや、ミコパイセンにはな、焼肉おごってもらったという、おごってもらったからな、今回綺麗にしに行くか。いいかもよ。え、この前さ、ルイネとさ、スイちゃんと実は焼肉行ったんだよ。そのお仕事の後に一緒に行ったんやけど、楽しかったよ。生ハハ聞いたもん。ハハ。ミコチがおごったの。はい。いや、この前スイちゃんにおごってもらったし、今度はミコが払おうと思って。いいよ。ミコが今日はおごるよって、お会計するぞってなった時に言ったんだけど、そしたらルイネーが、いや、払いますよみたいな。いや、ルイネー、ミコは先輩だよ。先輩だからね、払うよって。え、いいんですか？いいんだよ。そう言ったわけね、ミコは。最近、おごる喜びを覚えたよね、最近。まあ、みんなからいただいたスパチなんですけど。だからみんなありがとうね。みんなのおかげで先輩の面立ったわ。ミコは先輩だぞ。そうそう、お仕事帰りにミコメットと私で、焼肉を食べに行って、いや、払いますよって言ってたんだけど、そしたらミコは先輩なんだよ、先輩だよ。ミコがおごるに、ミコは先輩なんだよってずっと言ってた。めっちゃかわいい。ありがたかったですね。